はいどうも皆さん、こんにちは。今回はマインクラフト Java エディションの方でアドベンチャーホラーマップをプレイしていきたいと思います。こちらのゲームタイトルがインジェクションというゲームでございます。このホラーマップのね、趣旨は、ジャンプスケア、いわゆるジャンプスケアというやつですよ。ジャンプスケアっていうのは映画とかでねよく使われる手法で、見る人を音や視覚的なものでびっくりさせるというような内容でございますね。はい。で早速プレイしていきたいと思います。著者の何かこれ、ルールパーティクルオーズ、レンダーディスタンスは8チャンク。なるほど。はい、ではね設定が完了しましたので、これからねプレイしていきたいと思いますよ。じゃあスタートザマップのボタン。はい。おはようございますみたいな感じかな。 Let me get some water、 水をくれみたいな。水入って水だったよね。 It's morning, let me get some water、 水を飲むみたいな。水、走れないやつだな、いつものごとく。ホラーマップにありがちな、びっくりした、走らせないやつ。移動速度低下が入ってるから走れないんですね。あとは跳躍力上昇、これもあら、跳躍ジャンプできないですね。ジャンプスケアとか言いつつもジャンプできないのはそれとは全く関係ないですじゃあなんだこれ、透き通ってるな。どういうことなんだ。空中に椅子が浮いてるけど、まあ関係ないでしょ。はい、これ読むか、読んでみようか。お、なんだお前、なんだお前、おい、びっくりした、なんだあいつ。こんなんでは僕はビビらないよ。こんなんじゃ、今のじゃ、こんなものじゃね、ビビらないですよ。よし、じゃあね、ここ、はい、今度何？ノート？ Hi honey, it's mom、 お母さんです。Just wanted to let you know that your dad, I out date、 デートに行っちゃったみたいな感じかな。 You can handle being home alone、 一人で家であれか、お留守番してくださいみたいな。これ子供か。あ、 You can invite your friend to your house、 あ、友達を家に招いてもいいよみたいな。 No message, love you、 あ、汚くしないでねみたいな。愛してるよお母さんお父さんみたいな。はいはい、お母さんとお父さん、このメモ書きを置いて2人でデート行っちゃったんだね。なるほどね。よくあるね、外国の映画とかではね。じゃあ行こうね。まずは、ベースメント。地下室。お母さんの部屋。お母さんの部屋には入っちゃいかんな。お父さんの部屋。別々なんだね。キッチェン。どっから行こう。やば、これ。なんでもう床に、ついてるのこれ。は？ What happened here? I should probably turn back. What if someone is here? なんかあったんでしょうかね。 Fix the power? ん？なんか書いてあるな。Fix the power to maybe that the door already. 地下室に行って何か直さないといけないですね。なんか電気が落ちたんでそれを直さなきゃいけないみたいな感じですかね。じゃあまず、じゃあ電気消えちゃったね、本当に。真っ暗になっちゃった。地下室、あそこ空いてるわ。ああ、ベースメント。じゃあ行きましょう。怖いな、なんか。この下なんかあんのかな。開けてみよう。
ジェネレータールームキー、発電機のルームキー、はい、こう何もないね。はい、ボタン for ジェネレータールーム、ここはジェネレータールームを開けるためのボタンか。こっちは何だろう。どこに何もない。じゃあこっちボタン押すよ。あ、どうした。あ、開いた。 OK。 これは、はい、ボタン。なんだ東さん。 OK、 I'm done、 I should rest now。 終わった、ちょっと休むかみたいな感じかな。サンダーストーム、雷聞こえたみたいな。全然真っ暗で何も見えない、暗すぎませんこれ。とりあえず行くしかないか。なんだこれ、自分家じゃないだろう明らかに。こんな家あったら嫌ですよね。松明とかこんな感じで、お化け屋敷見たくなってますけど。う、なんだ、お、これも自分家なのか。ちょっとね、家の構造が全くわからないので、どこがどんな部屋になってるのか全くわかんないんですけど。これなんだ、これはベビーベッドなのかな。からか。じゃあこっちの部屋に行ってみますか。あ、ここもベビーベッドみたいのある。あ、鍵ある。シークレットルームキー、自分家にシークレットルームなんてあるんだ。欧米ですね、随分と。どこだ、ジャンプスケアポイントはどこなんだ。じゃあここはボタン押してみよう。はい、なんだここは。こんな家あるのか。普通はこんな家ないぞ。単純な家が、家の作りじゃないからね。とても長い感じ、大きい感じがする。おい、なんだ今の。ちょっと日本風な、和風な、ちょっと怖い顔が出てきましたよ。 I need to turn on the power in basement now。 またベースメントで電力供給しないといけないの。ちょっと地下室どこさ。お、鍵、ベースメントキーゲット。ここは開かないですね。じゃあこちらのドアの方行ってみましょう。はい、ポチッと開いたぞ。怖いポイントもう、あ、もうないのかな。怖いな、あそこのドア突然来るからね、さっきのようなジャンプスケアが。よし、これが地下室か。じゃあここ何の書いてあるな。ジェネレーターだ、ジェネレーターって書いてますよ。じゃあ発電機始動。But whose house is this? この家に誰かいるのかみたいな感じか。まあ誰かの仕業だよね、このジェネレーターの発電機のスイッチをオフにするなんて。そういう読みか。そうじゃないとおかしいよね。この上行って、この上行ってみよう。誰も来てないかな。あれ、あっちにどうあったっけな。 あったか、あそこから来たんだもんね。でここ開かなかったんだよね、こっち側。さっき開いてる。誰だ開けたの。行ってみよう。うわ怖え。ここ最後のジャンプスケアポイントか。なんだこれ、 なんでレッドストーントーチここにあんの。来た。お、なんだ、もう行ったっぽいな。これでクリアか。早いな。東、This is main control on my nightmare. 悪夢の中心? Leave it. Destroy it. あー、これが自分のもう 悪夢のなんだろう、中枢みたいな感じなのかな。メインコントロールってよくわかんないよね。Leave it とか Destroy it とか選べってこと?なんだろう。じゃあ Leave it。はい。もうこっから出たいです。おい、あ、バッドエンディングが来た。なんだそれ。Thanks for playing。 もうバッドエンディングだよ。
エピソード2カミングスーン、マジか。早く来てほしいわ。これ何？アザーエンディング、アザーエンディング見せてくれるの？このボタンも気になるけど、まあ、とりあえずアザーエンディングの方行ってみよう。よし、リアルエンディング来た。こっちがリアルエンディングだったんだね、やっぱり。なんだ、なんかにハマってたんか。と言ってもリアルエンディング言うても全然さっきと変わらないね。バッドエンディングとアザーエンディング、これはいいや、さっき見たからね。じゃあ最後これ、あーなるほど、最後はねこういうマップのね作りをね見せてくれるよくあるやつね。で、私こんな変な四角いボックスになってるけど、はい。というわけでね、今回はインジェクションというホラーマッププレイしてみました。では最後までご視聴いただきましてありがとうございます。もしよろしければチャンネル登録、コメントもよろしくお願いします。それではまた、See you!